なんと副島さんの撮影に来ちゃいました。こちらです。こちらです。じゃあ見てみましょうか。イエーイ。今どんな気持ちですか。今ドキドキワクワクしておりますね。はい、副島さん大きいっていう噂ですけど、私も身長高いんでどれぐらいですかね、大きさは。いや絶対メインさんより大きいですよ。まあそれはそうです、はい、それはそうですね。でもどれぐらい高いのかちょっと楽しみですね。グリッツくん着きました。撮影しておりますよ。めっちゃ言われます、ね、思ったより大きいですね。逆に言われないから私。そうです、思ったより小さいですね。言われたことはないです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いよろしくお願いします。はい、お願いします。では、はい、GTN のイメージキャラクターに就任されたと思うんですけど、はい、あこれドッキリとかじゃないですよね。就任しましたよね。はい、就任しました。今のお気持ち、はい、聞かせていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、最初にお話をいただいた時はそれこそ、まあ、ドッキリというか、本当に俺なのっていうのが最初正直な感想というか、もちろんこういうイメージキャラクター的なものも今までお仕事の中でやったこともないですし、はい、なんかね、じゃあそうやって企業さんとかの CM とかそういうなんか媒体とかにも、じゃあ副島さんでっていうのでメインでっていうのがなかったので、今まですごくありがたいなと思いましたし、その分ちょっと大丈夫かなっていうのも、はい、自分の中で大丈夫かなっていうのもありましたけど、まあ、ちょっとそういう気持ちが半々の中今日来て、で、まあ、いろいろな方に GTN の方にも会いましたし、社長さんにも会いましたし、お話ししましたし、なんかより一層なんでしょうね、そういう不安っていうのはなくなって、まあ、ありがたい気持ちと頑張ろうっていうのが、はい、今あります。あ、はい、ありがとうございます、はい、いやいや、ありがとうございます。本当に大丈夫ですか、僕で。いやいや、もうぜひいろいろ社内で揉んだんですよね。揉みに揉んで僕になったってことでいいんですか。いや、もう最初からもう副島さんで。マジっすか。深夜2時とかに決めたわけじゃないですよね。飲みながらとか深夜2時とかではないですよね。はい、いや、そういうやっぱちょっとね、ネガティブな感じで、本当に俺で大丈夫っていうのを僕の社長にも聞きました。事務所の。これだよねっていう。はい、良かったです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。いや、ちょっと次なんですけど。はい、GTN は外国人が日本に来てよかったお形にということをモットーに、生活総合支援企業としてさまざまな取り組みをしているんですけども、はい、今 GTN が行っている事業についてどう思われていますか。いや、本当に今回お話を聞いて、それで GTN さんってどういう会社、何やってるんだろうっていうのを、まあ、自分で聞いたり、事務所の方から聞いたりしたんですけど、
いやすごい素晴らしいと思いますね。やっぱり僕もその所属している事務所があの外国人事務所というか、はい、ハーフの方とかもちろん 100% 外国の方で日本で生活している方もいますし、やっぱりそういう多国籍事務所の中でちょろっとその事務所のアルバイトというかマネージャーさんのバイトもさせてもらってたことがあるんですね。でその中でやっぱり外国人の方がまあ芸能事務所に登録して、じゃあいろいろな仕事をしてっていう中で、やっぱ生活の面で不便というかすごく困ってることってたくさんあると思うので、なんかそういうのをサポートするのってやっぱこう話聞いてるうちらだと限界があるんですけど、なんかもどかしいなって思ってたのをなんか一気に解消してくれたじゃないですけど、あ、もっともっといろんな方に、外国の方でももしかしたら知らない方にももっともっと知ってもらえたら、それこそ本当に住みやすい日本というか、はい、まあ、人間関係だけじゃなくてそういう手続きとかの面でも多分、もしじゃあ僕が今のこの言語能力でじゃあアメリカでいろんな手続きして住めって言われたら多分速攻帰ってくると思うので、だからそういうので多分泣く泣くじゃあ日本で住みたいのに母国に帰ってしまうって方も正直いる中、いやすごく素晴らしい事業というか、うん、支援だなと思います、はい、ありがとうございます、はい、続きまして GTN にもしあればなんですけど、今後期待されることなどありましたらお聞かせいただけますか。はい、そうですね、本当にだから様々なそういう生活の、ね、支えるサポートの事業をやられている中で、何でしょうね、例えば今じゃ日本に外国の方が来て住むのの支援っていうのもやられてる、じゃあ日本から例えばじゃあこの海外とかに留学、例えば僕で言ったらずっとバスケットやってたので、例えば八村選手であったりとか、まあ、今 NBA で渡辺雄太選手であったりですとか、多分もう今はねすごいもう活躍もされてるんですけど、多分大学の時から行ってってなると多分右も左もわからない大変っていう中で、逆に今度日本から海外に行く方のなんかそういう生活のサポートみたいのってまだしてます、もしかしたら。今海外旅行も行って、ちょっとそれも今目指して、あ、よかった、はい、じゃあぜひ僕の案ってことで大体聞いてますからね今ね裏でね社長さんが、はい、だからそういうのもあれば、それこそ本当にまあそういうスポーツの留学とかじゃなくても本当にいろんな海外に今若い子たちどんどん、まあ、バスケットだけじゃなくて本当にサッカーでもそうですし、どんどん出ていく中でそういうのがあると、もうちょっとなんて言うんでしょうね、そのハードルが下がるというか、うん、競技に専念できたり、それこそスポーツだけじゃなくても生活の面でも、もっとじゃあ表現の場、表現の場を求めて海外に行く方もいますし、それこそじゃあ事業を展開したくて行く方も行くと思うので、まあ、本当にさまざまな方が行く、日本から飛び出していく中での何でしょうね、サポートとかっていうのが、はい、なんかすごく充実すればいいなっていうのは、はい、思いました。はい、はい、ありがとうございます。最後に、はい、GTN のメンバーに一言、はい、よろしくお願いします。はい、どっちがいいですか。こっちで、はい本当に寝耳に水だったのですが、この度 GTN のイメージキャラクターに就任しました副島淳です。よろしくお願いします、かといってじゃあね、何かと言われると困ってしまうんですがまあ持ち前の何でしょう、ポジティブシンキングと、あとは正直僕は日本でしかねずっと生活をしたことがないんですが、その中でもまあ経験してきた中でやっぱり外国の方が日本で生活する辛さというのも多少なりともちょっと知ってはいるので、そういう中でどんどんもっと住みやすくなっていくというこの GTN のまあ理念というんでしょうか、それに対して微力ながらも力になれればと思いますので、何卒よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあそれでは撮影終了です。いいですか。おお、これがすみません、いや、こんなものが終わっちゃってありがとうございます。今日どうでした撮影。いや、本当に飯田さんと山田さんのおかげでめっちゃ楽しかったです。すいません、申し訳ない。いや、めっちゃ面白かった。あの、飯田さんが金知らないからそう、あれだけだよ、心のおかげさんみたいなのに言っちゃいけない。いろいろ楽
しかったあ、やるな遊びに待って、ね、英語とかもありがとうございます GTN の皆さんがもすごいいい人たちだったので、まあ、多分社長来たのが一番緊張しました社長とツーショットが多分一番緊張しましたはい、社長本当に皆さんが優しく温かく面白くなってて、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。いやー